こんにちはポロです今日はですね、AI について、ね、お話ししていこうかなと思うんですけど、あんまり今まで、ね、AI の話をしたことがなかったんで、僕はこう AI に対して、ね、否定的な考えを持っている人だというふうに、ね、感じている人もいるかもしれないんですけど、まあ、基本的にはあんまり、ね、積極的に AI はこう使ってないですし、まあ、どちらかというと避けているようなタイプの人間、特にコンテンツ作成に関して言えばですね、自分で作りたい っていう、ね、タイプの人間なんで、コンテンツを AI に作らせようとは全く思わないです、ね。で、もし、ね、そういうことをやろうとしている人がいたとしてもですね、基本的にはそれはお勧めしないです。それはなぜかというと、一つはですね、まあ、非常に平均的で一般的な情報しか出てこないので、まあ、誰でも知ってる当たり前のようなね、当たり障りのないようなことしか言えないようなコンテンツになってしまう。で、そういうコンテンツっていうのは、誰が作っても同じものができちゃうわけですよ、AI を使えばね。 っていうことは簡単に真似されてしまって、まあ、自分である必要性みたいなものがなくなってしまう。だから仮に一時的に売れたとしても、すぐにね、それを真似した後発の人に、まあ、えー、お客を奪われて稼げなくなってしまうみたいなね。そういったことになるわけですし、まあ実際そういう各プラットフォームね、まあ、Google とか、まあそれ以外の媒体も含め、AI に対する対策はしっかりしてあるので、AI で作ったようなコンテンツとかっていうのは、例えば上位表示されないとかね、 全然売れないとかっていう風になっていたりとかね。やっぱりそういうまあコピーコンテンツじゃないですけど、やっぱりそういうまあ似たようなものが増えてくるんでね。そうすると、こう、プラットフォーム側からしても非常に迷惑なわけですね。だからそのあたりのやっぱ対策というか取り締まりはある程度されているんで、逆にこの AI を使うことによって売れなくなってしまうっていうのもあると思うんですよ。で僕は AI をね、このコンテンツ作戦使わない一番の理由はですね、結構でたらめで間違った情報が多いっていうことですね。 僕も何度かそういうのをね、使ってみたことあるんですけど、なんか全然違うね。自分が答えを知ってるものに対して、こう質問とかしてみると、全くもってデタ荒めな情報が出てきたりとかしてね、あ、これもダメだなと思って、でもそういうのね、一切使わなくなったんですけど、かといって、じゃあ僕はね、AI を完全否定してるかっていうと、そういうわけじゃなくて、使い道次第だと思うんですね。で、AI ってどういうものかっていうと、僕は外注だと思うんですよ。フリーランスに外注したりとかね、すると思うんですけど、 何を外注するのかっていうふうに考えたときに、自分のビジネスの根幹をなす一番重要なものっていうのは、外注したらダメじゃないですか。そこは自分がやらないといけないものですね。でも、コンテンツとか、まあ自分の商品ですよ。それって一番重要なものですね。ビジネスにおいて。そこを外注しちゃってるわけですよ。AI を使ってコンテンツを作っている人たちっていうのは。だからそこは自分でやらないといけなくて、自分がやらなくてもいいようなものを基本的には外注しますよね。 それって何なのかってことです。で僕はその AI を使うときにどういうふうな使い方をしているのかってことです。例えば、以前ね、サブチャンネルの方で話をしたことがあるんですけど、まとめるっていうときですね。例えば、サブチャンネルのこう、ポッドキャストをね、音声を文字起こしして、それを例えば概要欄に書きたいからね、このエピソードを要約してくださいみたいな。そういうものっていうのはやっぱりコンピューター得意だから、ちゃんとまとめてくれるわけですね、きれいに。 なんかそういったものってのはこう業務効率を良くしてくれるんで,で、基本的にああいうのってこう正確だし、人間がやるよりもね精度が高かったりするわけですね。だからそううまとめるとか要約するっていうものに関しては、やっぱりまあ人間はコンピューターに勝てないんじゃないかなっていうふうに思いますし、なんかそういう使い方一個してますよね。あと、最近ね、こう使って、あ、これいいなと思ったのがですね、ブログをいろいろ調べてたときに、なんか自分のブログのね、 そのサイトのスピードが遅いなっていう、AHREFS でね、こう、レポートが届くんですけど、このページのね、スピード遅いですよみたいなのが出てくるんですね、データでバーっと。で、その時に、なんでこんな遅いんだろうっていうふうにね、考えたら、この JavaScript がですね、結構このローディングに時間をかけてるってのは分かったんですね。で、使ってないこの JavaScript とか HTML とかが結構コードがまだ残ってたんですよ。 で、ただそのコードを開いたときに、これが何のコードなのか覚えてないって結構あったんですよ。下手に消しちゃうと、結構もう取り返しのつかないことになりかねないんで、これが何のコードなのかを調べる必要があるんですけど、そんなピンポイントにね、Google 検索でそれを調べるって結構大変じゃないですか。どうやって調べればいいのみたいな、そんな長ったらしいコードを全部打ち込んで調べるのかとかね、結構大変だったりするんですけど、そういうときに AI にそこを丸々コピペして、これ何のコードですかっていうふうに打ち込んだら、 これは何とかのコードでこういうことに使いますみたいなのを出してくれるんですね。あ、これ便利だなと思って。そうすると、あ、これ消してもいいやとかね。これ残しとかないといけないやっていうの判断ができるんで、まあ、そういう使い方をね、えー、して、あ、これは本当にいいなっていうふうに思いますよね。あと、どういう使い方をするかっていう例えばブログの記事を書くとか、YouTube の動画を作るときに、まあ基本やっぱりこう検索にね、引っかかるようにしたいんで、何かしらのキーワードをね、探していかないといけないんですけど、 ゼロからキーワードを、ね、探すっていうのは結構大変だし、しかもそれがロングテールキーワードになると、まあ、本当にこう、なんていうんですかね、多岐にわたってというか、いろんなパターンがあるんで、一個一個調べるっていうのは大変だと思うんですよ。だから、ロングテールキーワードを探すときに、まあ、AI に聞くわけですね。例えば、起業してね、じゃあ3年目ぐらいで、コーチとして活動してるけども、最近集客が全然うまくいかなくなって、ね、 ちょっともう収入も落ち込んできてると。で、先行き不安に感じてる人がですね、検索しそうな産、ね、後キーワードを調べてくださいっていうかね、教えてくださいっていうふにしたら、出してくれるわけですね。こんな感じのキーワードでみたいな。で、それをそのまままるまる使う場合もあれば、そこからちょっとねあ、このキーワードはちょっとないかなみたいなものは、まあ、採用しなかったりとかね、自分でそこでちょっとアレンジを加えて、キーワードをね、変えていったりとか、まあそういうちょっとアイデアを出すというかね、 ロングテールキーワードを探すときなんかに、今言ったみたいな感じでやっていったりとかね、えー、することはありますね。だそういう使い方をすれば、やっぱり一人でね、こう頭で考えていても、なかなか特に僕はこのキーワードを探すって結構苦手というかね、あんまり得意ではないんで、まあ、そういったものっていうのは結構あんまりひらめかなかったりするんですけど、AI を使うことによって、あ、なるほど、そんな感じのことなのかみたいな。あくまでもそれはヒントに過ぎないというかね、そこからまあ発展させていろいろイメージすると、 ね、もっとアイデアが出てきたりとかっていうのはありますし、まあ、そういうような使い方をしてますよねだ現段階はまあそんな使い倒すみたいなことはしてないですし全く触らない日の方が多いので全然 AI に関する、ね、知識とかはないんですけど、まあ、そういう使い方もできるよっていうのね今回、まあ、シェアできたらなということでこの、ね、エピソードを撮ってますやっぱりもうみんな、ね、AI 使うのが当たり前っていう時代になってるんで、まあ、ある程度、ね、その辺のことは まあ知っておいた方がいいし、まあ、上手な使い方ができれば本当にね、強い武器になるんで、特に我々みたいなね、個人で一人でビジネスやってる人間っていうのは、まあ、誰かの手を借りたいみたいなね、時があると思うんですよ。だからそういう時に、ね、こういう AI の力を借りるっていうのは大事だと思うんですけど、その使いどころとか使い道ですね。っていうところを間違えてしまうと、ちょっとね、うまくいかなくなるんじゃないかなとかってありますし、あとやっぱりそのコンテンツは自分で作りたいっていうね、僕言いましたけど、他人が作ったものを自分の作品ですって言いたくないっていうのもね、 ありりますすし、し何より楽しくないんですね。例えばブログの記事を書くにしてもですね AI にこういうので記事書いてって言ってバーって記事全文書いてもらってそれをコピペして貼っても単なる作業じゃないですかそれって何のクリエイティブさもないし多分面白くないんですよそれで1000記事とか2000記事書けたとしても全然楽しくないと思うんですねやっぱりこうやりながらこうねブログも確かに書くの大変ですけどそれを書く中でやっぱりこう楽しさもあったりとかね いろいろ創意工夫があったりとかで、その創意工夫、頭をこうひねって考えるってことが、まあ、成長とか改善につ、ね、ながっていく。だからレベルが上がっていったりするわけですよ。AI の書いた文章をただコピペして貼り付けるっていう作業だけをずっと繰り返していっても、まあ、自分のスキルとかね、レベルって上がっていかないと思うんですね。だからやっぱこう頭を使うってことが大事だし、今それが仮にうまくいっていたとしてもですね、うまくいかなくなったときに、もうスキルも何もないんで、結局もうそこで一気にバタンと倒れてしまうみたいなね。 ことにななりかねないんでやっぱりこのスキルを磨くっていう点においても、ある程度は自分でやる必要があるし、やっぱり一番重要なところはね、自分でやるべきだと思うんですよ。あんまり重要じゃないこと、さっきのまあ事務作業じゃないですけど、まとめる作業だったりとかね、例えば計算してもらうとか、まあ、そういうようなことですよね。をするときはね、コンピューターの方が正確だったりするから、AI に任すっていうのはいいと思うんですけど、一番根幹となる部分は、僕は自分でやるべきだと思うし、自分でやった方がいいと思うんですね。 だからそこをちょっと間違えてしまうと、なんか AI とね、まあ、上手に付き合っていくのが難しいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、今後ますますね、AI がどんどん進化していくんで、さらに使い方がね、まあ、こう多岐にわたっていって、バリエーションも出てくると思うし、まあ、使いこなすのが、ね、難しくなっていくんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕はあまり AI に触りたくないタイプの人間なんで、積極的には使ってないですけど、まあ、こういう便利な使い方ありますよっていうのがね、今回あのお伝えしたかったんで、このエピソードを通りました。